さんのゲームの時間、今回から雪割りの花という、プレイステーション用のソフトのゲームをやっていきたいと思います。こちらはですね、選択肢によってストーリーが変わっていくというような、サウンドレベル形式の、ゲームとなっております。ただですね、いろんな展開がありますので、すぐバッドエンドになったり、という展開になっていきますので、私も最後までクリアしたことがないので、ちょっとドキドキですけども、やっていきたいと思います。主人公もちろん前さんでいきましょう。坂と港と路面電車と北風の街、この街で僕はある一つの体験をした。不可思議な猟奇じみたぬくもりと旋律とが交錯する、夢とも現実ともつかない体験。あら、香織さん。
11月13日午前1時30分。ったく、なんだこんな真夜中に。おっと、選択肢が出ましたね。まあ、誰だろう。警察？お休み中のところ申し訳ありません。はあ。何かご用ですか？あなた、桜木香織という女性をご存知ですか？隣に住んでる。香織さんがどうかしたんですか？2時間ほど前、病院に収容されまして。事故ですか？怪我はひどいんですか？ええ、外傷は別段。ただひどく記憶が混乱しているようで。教えてください。どこですか？香織さんのいる病院はどこですか？お隣の大学生、おはよう。え？ 4、5 日前の夜？いや、恥ずかしい。見ちゃったの。そう、もちろん恋人。たかし、伊達たかしっていうのよ。彼、海外出張多いから久しぶりだったの。へえ、いないんだ。じゃあ、素敵な彼女ができたら真っ先に教えてね。私も彼がプロポーズしてくれたら真っ先に君に教えてあげる。一体何があったんだ？誰だね、君は。目立った外傷もなければ脳内出血などの頭部異常も見られない。おそらく彼女は心因性記憶喪失。心因性記憶喪失？多分彼女は昨夜何か強烈な精神的衝撃を受けたんだろう。彼女の精神はその衝撃に耐えることができなかった。そして自らの意志で記憶を封印してしまった。香織さんが
自分で記憶喪失になった。人の精神にはね、無意識の自己防衛本能とでも言うべきものがある。己が崩壊してしまうと判断した時には、時としてそういった機能が働くこともあるんだ。記憶は？カオルさんの記憶は元に戻るんですか？うん、いずれは完全に記憶が戻る時は来るだろう。しかし、果たしてそれを彼女が望んでいるかどうか。どういうことですか？桜木香織さんの心は衝撃を受け止めることができず、忘れることで安らぎを得ようとしたんだからね。今の段階で記憶を取り戻したら、最悪の場合。まさか。とにかく家族の方に連絡した方がいい。君、連絡つくかね？いえ、香織さん両親を交通事故で亡くして兄弟もいないって。いるのかね、誰か親戚でも。いえ。いないんです。おお、何があったんだ。ちょっと実況しなくてこの世界観にどっぷりと入ってしまいましたね。もちろん思い出を記録したいと思います。